コンスタンティヌスの凱旋門、コンスタンティヌスの凱旋門、コンスタンティヌスの凱旋門は、イタリアの首都ローマにある古代ローマ時代の凱旋門で、ローマ建築の代表的なものである。フラビウス円形闘技場、コロッセオとパラティウムの丘、ホルムロマヌムの間に位置している。西の副帝であったコンスタンティヌスが、ミルウイウス橋の戦いで、聖帝、マクセンティウスに利し、 西ローマの唯一の皇帝となったことを記念し、建てられた。フランスのパリに建設されたカルーゼル外線門のモデルにもなっている。後に、ローマ帝国唯一の皇帝となるコンスタンティヌスは、当時西ローマの副帝の地位にあったが、サクサルブラで、聖帝マクセンティウスの軍団を撃破し、312年10月28日に、ミルユス、ゲンミルビオにおいて、 マクセンティウスを下半に追い詰め、溺死させることに成功したミルウユス橋の戦い。コンスタンティヌスは、ローマに入場すると、ホルムロマヌム、ゲンフォロロマーノのロストラに立って、外旋演説を行い、フォルムユリウム、ゲンフォロジュリアーノにて市民に資金をせた。コンスタンティヌスの外旋門は、このコンスタンティヌス帝の在位十年目にあたる三百十二年の勝利を記念して作られたものである。 封建式典は315年に行われた。ただし、この外線門には、コンスタンティヌスの時代から遡ること200年前の建築物の装飾が用いられているため、近年、この外線門は、実は2世紀頃に建設されたものであり、コンスタンティヌスはこれを改変しただけであるとする説も、提唱されている。1960年のローマオリンピックでは、 マラソン競技のゴール地点に選ばれた。高さ21メートル、幅25.7メートル、奥行き約7.4メートル、3つの門を有し、中央の門が高さ約11メートル、幅約6.5メートル、左右の門が高さ約7メートル、幅3メートルであり、ローマにある外旋門では最大である。構成は、 ホルムロマヌムにあるセプティミウスセベェルスの外線門のものを踏襲している。基礎と下部構造は石灰化、最上部はレンガ、外装は大理石、円柱は黄色大理石、それ以外は白大理石から構成される。装飾は古い建築物からの転用材で、南北面の円形浮き彫りはハドリアヌス帝の時代の建築物から最上層、 アティックの8枚のパネルは176年に建設されたマルクス・アウレリウス・アントニヌスの外線門から剥ぎ取られたものデる。やはり最上層にある八体の長蔵と南北面のパネル、中央の門の両側にあるパネルはトライアヌス帝が建設したトライアヌスのフォルムからの転用材である。8本の黄色大理石の円柱も由来不明だがどこかの建物からもたらされたものと考えられている。 これら以外の彫刻は、コンスタンティヌスの時代のものである。外線門両正面の左右の小さな通路の上のフリーズ部分に掲げられている4、対8枚の浮き彫りは、マルクス・アウレリウス・アントニヌス帝、在161年から180年に献じられた未知のモニュメントから設置されたもので、マルコマに、戦争、162年から180年の場面を描いたものである。 凱旋門北側面の左側の浮き彫りは皇帝の凱旋とフラミニア街道で祝福される出撃の光景を描いたもの。北側面の右側の浮き彫りは勝利の報奨金を配る皇帝と椅子に座り拝者のゲルマン人代に意見し寛容性を示す皇帝の姿を描いたもの。凱旋門南側面の左側の浮き彫りは 南側面の右の浮き彫りからの続きで皇帝が敗者のゲルマン人代表に隠権する姿や捕虜を見分する姿を描いたもの。南側面の右側の浮き彫りは演説する皇帝の姿と歌を犠牲に捧げる儀式を描いたものである。マルコマンに戦争遂行中にマルクス・アウレリウス・アントニノステンが病没したため、後を引き継ぎローマ側に 有利な講話条件を得たマルクス・アウレリウステの息子であるコンモデステイ在位180年から192年の姿も描かれていたはずであるがコンモデステイがダムナテオメモリアへ記憶の破壊措置を受けたため削り取られてしまったと考えられている外線門の両側面のフリーズ部分及び中央通路側面に掲げられている4枚の浮き彫りはトライアヌス帝のダキア戦争 101年から106年の場面を描いたもので、トラヤヌスのフォルム、またはカエリウスの丘にあった皇帝の旧社から移設されたと考えられている。この浮き彫りは縦3メートル、横30メートルの1枚のものであったが、外線門に取り付けるにあたって4分割されている。外線門両正面の左右の小さな通路の上にある2枚一組の円形の浮き彫り、 直径2.4メートル、両正面で合計8枚は、ハドリアーヌステー、在位117年から138年時代のもので、ある。北正面の左の2枚は、豚狩りとアポロジニへの犠牲の場面を、右の2枚は、ダイオン狩りとヘラクレスジニへの犠牲の場面。南正面の左の2枚は、カリへの出発とシルバヌス、神への犠牲の場面を、右の2枚は、 熊狩りとディアーナミへの犠牲の場面を描いている。この浮き彫りが作られた時には、ハドリアヌステイが描かれていたはずであるが、一部分は、コンスタンティヌステイやリキニウステイ、在位308年から324年、コンスタンティウス・クロルスのものに入れ替えれている。外線門の両側の碑文は同一である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。